を白熱しているところ、一番典型的なのが、これはシミュレーションとしては2060年を過ぎたぐらいのシミュレーションですが、まあ、ここは北極海です。で、北極海とチベット、そしてシベリアあたりが特に温度上昇が激しいということが、もともとシミュレーションでは推測されていたし、まあ、それは理屈として当然ですよね。氷に覆われたところというのは、まあ、最初白い T シャツを着ていて、いるような状態で、アルベドが強くて、まあ、光を反射する。だけど、まあ、それが氷が縮小してくるとですね、まあ、白い T シャツが黒い T シャツに変わるような感じで、まあ、急に、まあ、熱を吸収するようになるので、まあ、他のところ以上に氷で覆われたところというのは、もっと顕著になっていくということは明らかにありますから、このシベリアの現れというのは、兆候というのは、ものすごく今、深刻な問題だともちろん思いますよね。それによって心配されているように永久凍土が出たりすれば、実際にこう大量の炭素が排出されている。で、そのあたりですね、じゃあ実際にどうなのか、一方では、しかしあまり。